白球でも働くっていうアニメーターが日本は大量にいるので給料が上がることはほぼないと思ってくださいっていう技術のある人がそのめちゃめちゃ安い値段で古希使われた結果いいえの映像ができてで皆さんはその安い値段でアニメが見れるんですよ。 えー、今21歳、アニメ化の専門に入学したが、自分のしたいこととかゆ違い、通い続ける自信がなく1年大学。イラストレーターになる夢が諦めき,きれず、バイトをしながら独学年の勉強中で、今機材がなくまだできてないが、歌の MV などを作る動画詞になるのが夢です。今、専門上の友人の紹介でアメニメーターにならないかと言われました。えー、半年は無給で勉強、その後高速日5万プラスできたが10万から15万らしいです。動画詞になるならいい経験になるのではと思い、受けようと思っているのを考えているのどうですか親は反対、僕も反対です。 以上です <laughs> えっとなんで反対かというとそもそも論あのアニメ科っていう専門学校に行ってお金を払って手取り足取り丁寧に教えてくれるところでもやりたいことが違うって辞めた人があの仕事でやったらやりたくないことでもやらなきゃいけないわけですよ。でしかもあの半年無休って違法ですよ。 <laughs> なのであの、それは仕事ではなく、あくまで違法行為です。だってあじゃあ、仕事ってお金をもらうから仕事なんですよ。で、お金をもらわないということは、それはただの違法行為なんですよ。で、違法行為の手伝いをする、しかもそれが自分がやりたいことではないっていうのになると、ただの違法なことに手助けをした、犯罪者の手助けをした悪いやつなんですよ。 要はその、要は違法行為をしているアニメ会社が、そのアニメで売り上げ上げると、ちゃんと、あ、クリエイターにお金を払っているアニメ会社が損するじゃないですか。要はその違法行為で安く作っているアニメ会社が仕事を取りました。そうすると、給料をちゃんと払って、アニメーターに給料をちゃんと払っている会社が、その仕事が取れなくなるんですよ。なので、あなたがやろうとしている行為は、あの、日本のアニメ業界を悪くする行為です。 でさらにやりたいことではないのでなので僕はやめた方がいいと思うので親が正しいんじゃないかなと思いますけど。 質問は収支がマイナスでも仕事と呼ぶかどうかです。ブラック企業社畜のサービス残業のように、世の中に価値を与えて,ていたとしても、お金が入ってこない場合ってありますよね。はい、あの日本のアニメ業界はほぼそうだと思いますえ、夜中に価値を与えてるけど、お金にならないこういう仕事というものが夜中に価値を与えてないけど、お金になる。こういう仕事というものか、明確な線引きは難しいと思いますが、りさんの見解学させてください。えっと、あのその全体の総和がマイナスっていうのではなくと、日本のアニメはほぼマイナスですね。あの、日本のアニメーターさんって、あの月給12万ぐらいで暮らしてるんですけど。 あの、3四40年前から月給12万らしいんですよね。いや、その、40年前のその手塚治虫とかの時代であれば、月給12万でも暮らせたもんと思うんですよね。その下宿で、なんか、家賃3万円で、みたいな。でも、あの、もう2020年、二0二0年,20年まだ。二千二十年なのに、いまだに月給12万で、これが月給で固定給ではないんですよ。あの、要は、あの、1枚セルを書き上げると、300円で、 その300円を400枚やると、あの、12万円って話なので、初心者とかだと、100枚ぐらいしかセルかけないらしいんですよね。で、そっと100枚で300円だから、月給3万円なんですよ。っていうので、ある程度熟練した人だと400万円ぐらいかけるから、じゃあそれで12万円ね、みたいな。あ、2021年か。ごめん、2021年でした。すいません。<laughs> 年取るとね、年号とか分かんなくなるんですよね。っていう感じで、その、いや、ね、アニメーター、日本のアニメーターってめちゃめちゃ絵うまいし、配色のセンスもあるんですけど、っていう技術のある人が、その、めちゃめちゃ安い値段で古希使われた結果、いい絵の映像ができて、で、皆さんはその安い値段でアニメが見れるんですよ。 で、そのアニメが見れて感動したとか、アニメ面白いって皆さん喜んでるんですけど、実態としてはそのアニメーターの人の負担によって成立してる業界なので、マイナスっちゃマイナスなんですけど、ただそれがじゃあそのプラスなのかマイナスなのかっていうと、まあね、日本の文化で、でもこのままいくと多分どんどんあの海外にやられて、ネットフリックス2行にやられるようになると思うんですけど。なので、あのね、うん、アニメ作りすぎ問題っていうのと、 まあ、結局その,あの DVD で回収するっていうモデルが失敗なんだと思うんですよね、まあ、ある程度その DVD が売れて回収できるってのなんですけどそのアニメの DVD 買う人ってアニメオタクだけじゃないですか一般の人ってそのテレビとかネットとかでアニメ見るんですけど DVD 買わないんですよでもそのアニメオタクの人が DVD 買うのでなんとなく成立してるからやっちゃってるんですけどただ多くの人が見るにもかかわらずお金を払ってるのはアニメオタクだけなんですよ。 なので、その多くの普通の人が見るときに収益が発生する形っていうのでアニメをやらないといけないんですけど、残念ながらその円盤を売るっていうところに注力しすぎたせいで、そのなんかとりあえずその電波料っていう形でテレビ局にお金払ってテレビで流して、で一般の人がアニメいてアニメも面白いってなって、でもその時点では収益が入らなくて、で DVD を買うオタク層からだけ回収するっていう、そういうモデルになっちゃったんですよね。 ジブリは映画をやってるので、映画館であの一般の人が回収できるのでまた違いますと。っていうのがあるので、その一般の人が見てる段階で回収するっていうので、その YouTube で出して広告で儲けるとか、もしくはネットフリックスで,です、ね、出すとか、ああいった形にしなきゃいけないんですけど、結局そのネットフリックスなのであの日本のアニメめっちゃ高い金出して買って、ネットフリックスにアニメを出してるアニメ会社は大喜びで作ってるんですよ。 なので結果としてその日本のアニメ会社ってそのネットオリンクに出すところは儲かってるけど日本を経由しないで海外の会社が儲かるっていう状況になっちゃったんですよね。なのでその日本のメディアがちゃんと日本のアニメ会社が儲かるような構造っていうのをきちんと作らなきゃいけないんですけどなかなかそういう形になってないんですよね。はい。 関西中堅私立中退の26歳アニメ制作進行ですゆるい社風やアクティブな先輩のおかげでレールとまでは言えないですがこのあぜ道を進んでいけば23年で演出56年で監督になりそうですがやはり将来の不安がないわけではありません、えー、通信でも何でも大学卒業という資格は持ってた方がいいのでしょうかはい、えー、ちなみに制作進行を発見なので貯金も余裕もありません加えて弘輝さんアニメは見られますか日本のアニメ業界見れば今後どうなると思いますかよろしくお願いしますかなりきついと思います あのまあご自身もその中の一人だというのが分かってると思うんですけど、発球でも働くっていうアニメーターが日本は大量にいるので、給料が上がることはほぼないと思ってください。なので、安い給料でずっとこき使われます。だって、安くても働く人がいっぱいいるんだもん。で、あの日本はマーケット自体が小さくなってるので、要はお金がみんなないので、なので、お金厳しいよねっていう状態は変わんないですと。 で、うまくやって、そうネットフリックスとかからお金もらって作れるようになったりとか、その、ブレアウィッチじゃねえやあの、リトルウィッチあの、リトルウィッチなんだっけあの、魔女の学校の話で、あの、グッスマー絡んでるやつで、アメリカ間のクラファンで6000万円ぐらい調達して、続編を作ったアニメがあるんですけど、 っていう、あんな感じで、その、海外できちんと売れるものを作らなきゃいけないよねっていう意識している会社が作ってるアニメであれば、将来性あると思うんですよね。あの、その、グッスマさん、グッドスマイルカンパニーさんが、その、割とあの、アメリカとか、その、世界中のアニメのフェスとかに、あの、その、フィギュアの出品してたりとかっていうのがあって、その、あ、リトルウィッチアカデミア。 なんでその海外のユーザーがどういうアニメが好きとか海外のユーザーってこういうタイプの絵柄とかストーリー好きだよねっていうのが分かってるのでなんでその海外受け狙いがきちんとできるんですよねなのでそのグッスマが絡んでるところは割と優秀な結果が出すと思うんですけど残念ながらその日本のアニメ好きの人って日本しか見てなくて日本人のファンしか知らなかったりするのでなんでその海外に受けるために何をつければいいかっていうところまでをちゃんと分かってるアニメの人ってあんまいないんですよ 例えばその日本だとあの日常系と言われる萌え系アニメみたいなのがちょこちょこ定期的に出るんですけど、あれって海外ではほぼ人気ないんですよね。 なのでただ日本だとそれなりに人気が出ちゃってでなんか声優が人気が出てでなんかあの可愛くもなくて声だけ高いよくわかんない女の子たちがなんかキャキャ言われてそれにお金が動いてっていうのがあってでなのでそのちゃんとしたストーリーできちんとした展開とかなくて似たようなそのか女の子のキャラがただくっちゃべってるだけでなんかそれにお金を払うみたいなその声優ファンみたいなのがいるので結果としてなんか営業が成立しちゃうっていうのがあるんですよね。 そ,の程度そんなに可愛くなにくて別に技術もない声優っていう人がなんかお金が湧いちゃってじゃあもうこういうのガンガン作ろうぜみたいになっちゃって似たようなものガンガン作れて海外では全然売れませんっていうのが続くっていう状況になってるので,でそれが良くないよねっていう風にならないんですよね残念ながらなので厳しいんじゃないかなと思いますあの京アニが作ったあのバイオレットエバーガーデン あの郵便屋さんの話なんですけどあれとかは割と海外の人とかもそれなりに評価してるんですけどそれなりにその世界観がきちんとしっかりするんですよねその小説がベースであの話が作られてるんですけどなのでああいう感じできちんとした世界観があって海外に売れるものっていうのを作れる状況に日本のアニメ界はしなきゃいけないんじゃないかなとは思うんですけども。